ウィリアム・ライオンズはイギリスの実業家でカーデザイナー。ジャガー・カーズの創業者である SS100XK120E タイプ XJ6 自身卓越したデザインセンスを持つ独学のデザイナーであり優秀な技術者を機械において性能とスタイルに優れたスポーツカー、高級乗用車の大量生産を実現、新興企業であったジャガーを 自身一代でイギリスを代表する高級車ブランドに成長させた。美しい車は必ず売れるという信念の持ち主で、あったライオンズは製図の訓練を受けていなかったが、フルスケールのクレーモデルを用いながら、ジャガー各社のデザインの指揮を取り続けた。イギリスのブラックプールでアイルランド移民の楽器商であった父ウィリアムと母、ミニーの元に生まれた。マンチェスターにあった。 英国の自動車メーカークロスレイモーターズの見習い工としてスタートし、1919年には地元ブラックプールのサンビームのディーラーブラウンマレルーで自動車セールスマンとなった。1921年、ウィリアム・ウォームズレイが隣の敷地で払い下げを受けた軍用オートバイを民間用に改造し、サイドカーをつけて販売する商売を開始、ライオンズもその1台を購入した。 ライオンズ21歳の誕生日であった1922年9月4日、彼はウォームズレーの店の共同経営者となり、二人の工房はスワローサイドカーに改装した。同社のサイドカーはスタイリッシュなことで成功し、1927年以降はオースチン7に安価なスペシャルボディを仮装してオースチンスワローとして売り出した。この商売も成功し、彼らはより広い工場を求めて、 最もっともオームズレイは過剰な経営規模拡大を望んでおらず、1934年には経営権をライオンズに全面的に譲って会社を去り、ライオンズの単独経営となった会社は SS カーズと社名変更された。SS カーズの最初の製品は1931年から作られていた SS1 であった。幽霊なフェンダーラインとロングノーズでいかにも高速。 高級スポーツカーに見える、この車のエンジンやシャシーは、大衆車のもので、美しいスタイルと価格の安さで好評を博したものの、口うるさいエンスージアストたちからは見かけ倒しの、車として冷笑された。初めて、ジャガーの名を用いたのは1935年の SS90 からで、高性能エンジン搭載によって、従前の悪評を一掃、翌年登場した SS100 は、 最高速度時速 160km 級の本格的スポーツカーとなり、今日では最良のポストビンテージ機のスポーツカーの一台と評されている。第二次世界大戦後の1946年、ナチス新衛隊の略称と重なった SS の名は、捨てられ、会社名は、ジャガーカーズに改められた。ジャガーは、戦後も合併の波の中で、 BMCBLMC の一組織に組み込まれながらも、XK120E タイプなどのスポーツカー、マーク1マーク2 x j 6 XJ12 などの高級乗用車を生み出し続けた。これらのジャガー各社には、ライオンズ自らが深くデザインに参画し、高性能とエレガントなスタイルによって高い評価を受けた。1956年、英国自動車産業への貢献。 特に台北輸出の成功による外貨獲得を検証されて除舎され、サー・ウィリアム・ライオンズとなった。1972年にジャガー・カーズ会長の座を退き、引退後は牧場で羊や肉牛を飼育して悠々自適の生活を送ったが、家畜たちはその優秀な品質で賞を受けたほどであった。なお引退後もジャガー・カーズの顧問として、XJS や XJ40 などの開発の監修を行った。グレータ・ブラウンと1924年に結婚。息子のジョン・マイケル・ライオンズは1955年のルマン24時間レース出場中に、事故し、他にパトリシアとメアリーの二人の娘がいる。ありがとうございます。